手がここまでしっかりました。じゃあいきましょうか。親指を上にして肘を伸ばしたまんま下からゆっくり上げていってください。でどこで辛いか、でこの時背中をこう反らしているんですけど、これはもうこれ45度ぐらい、水平から45度ぐらい上がってますよね。でどこが痛いですか、前側なのか内側なのか後ろなのか。この指、はい、指一本でいうとここ、ここですね、はい、ここ、はい、ここは大体のこのさっき言った外側ですから、まあ、三焦経かなというところですね、はい、そこが辛い。で今度は後ろにこうやってみてください。これで痛み出ますか。痛みはもうここで限界です。でどこに出ます、やっぱり後ろで す、ね、同じところ、はい、で今度は反対側の肩にこう手を伸ばしてこうついてみてください。どっかにここで痛い、痛いんです。こう先に行かないぐらいですね。でやっぱこのここですか、はい、前に流してこうやって開いてください。これはまあまあ大丈夫です。でもやっぱ後ろ側が痛い、はいはい。時間がないのでドンピシャのところから三焦経みたいですから、右手の薬指からやってみたいと思います、はい、でその前に、三焦経ですから先に肩が痛いかどうか押さえてみましょうね、はい、この辺が痛いんですよね。押さえて痛みありますか。ないです。ないんですよ。痛みないんですよね。膝が痛いとか腰が痛いとかいう人でも痛いって言ってるとこ押さえて激痛が走るようなことはあんまりなかったです。だからこう痛くないんですよ実際は。こんだけ押さえて痛くないんですよね。ご確認いただけましたですか。患者さんはね、僕が肩触らないと先生いつになったら肩の治療してくれるのかなと、あんたもそう思いませんでした。首痛いって言ってるんで全然首なんか触らないこいつだと、ね、そういうことなんですよ。で肩に痛みはない。打撲傷なんかで痛めてれば、僕昨日自転車でこうやって倒れたんです。今もう左肩のここが痛くて痛くてしょうがないです。もうあなた治療するより僕が治療してほしいぐらいなんです。もう痛くて痛くてしょうがない。もう我慢してあと田口先生頼みますよ。もうねニコニコ笑ってね、田口先生のなんか友達だって言うんですからね。なんで俺が治療しなきゃいけないのね。もうやってくれよこっちに。もうねモデルでしかもタダで治療させようとしてるんですよ。ひどいやったな。ほんと昼飯を奢ってくださいね今日はね。本当によ。まあいいや。で次はですね、今腕の外側に痛みがあるということですから、外側は小腸系と三焦系と大腸系と、この3つに痛みがあるかもしれないですね。で小腸系っていうのは小指のここですから、ここから圧痛点がないかだけ簡単にこうどこですか、これこれこれ、これが痛い。こっちは大丈夫です。ここも痛いんですよ、ね、うん、こっちはどうですか。右がほとんど、これはどうですか。これは大丈夫です。それはこれがちょっと痛い。でもここが一番痛かったですね。これが痛かった。まずこれですね。で次は大丈夫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 。ずっと気になってるんですけど骨折ですか。ひびが、ひびがそれはひびというけど骨折なんですよ。ああいうの見ると治療したくてしょうがない。ねえ、嬉しくてしょうがない。午後もいますよね。帰らないで。帰るの？ええ。ただで治療しようと思ってるのに。これは大丈夫です。そこはね、気持ちいい痛さ。気持ちいい。だから痛気もは治らないですからね。痛気もダメですから。これだ。ということは小腸系ですよね。これ行ってみましょうかね。なんだ帰るのか。骨折はね、あ、右手痛いでしょ。でどうやったら早く骨がつながるかというと、あの右手の痛みを左手と同じバランスにすると骨の速度とか伸びる速度とか速くなるんですよ。であれ痛いまんまああやっているとなかなかつながりが悪いんですよね。でどんどん左手を使うんですよ。右手は使わなくていいんです。左手を使うと右手つらいでしょ。だから右手はじっとしてていいんですよ。で左手で何でも箸持つのから何でも左手でやるんですよ。するとストレスがこうバランス取れるんですよね。そうするとこの右手の治りが
早いんですよ。そのためには痛みがないかどうかを調べなきゃいけないですね。あ、患者さんのご紹介が。あ、そう？で福岡まで来ます？まあいいや。で、親指上にして、さっきと同じように親指を上にする。肘は伸ばす。下からゆっくり上に上げる。これですよね。痛みはどんなんです？黙っててください。どんな感じです？上がり方は。上がり方はいいんですけど、やっぱりこの辺がいきますね。いいです。いいです。はい。で、これは、今一回やりましたから、もう一回やってみましょう。あとね、治らなくていいんですよ。田口先生治してもらえないんです。もうあと30回ぐらいです。で、こうやってほら、あのさっきつっついたのはまだ血が出るでしょ。血液サラサラの薬飲んでます？いや、飲んでない。飲んでない。ね、このぐらいだったらすぐできるんですよ。30回ぐらい。はい。ん？ 30？同じとこやった方がいいのか別行った方がいいのかですよね。はい、これでまた上げてください。どんな感じです？少しは上がります。はいはい、もう一回やってみましょう。この質こそがいいんですよね。昔岩永先生から午前中稲松先生がやったように、あのくらいしつこくやらなきゃダメだ、俺ってしつこい性格なのかなと思ったんですけど、やっぱりしつこい性格みたいですね。はい、はい、上げてみてください。まあ、とりあえずこれから45度からちょっと上がった感じで、でこう反対の肩に手の下、あ、後ろにこうやってみて、後ろの肩の痛みどこに出ます？ブリ後ろ行きますよ。ブリリこの辺まで行きますね。うん、さっきはもうこれからこういったところでダメだって言われた。ここで行きませんでした。はい、大丈夫です。体をね、あんまり前にやっちゃダメ。で今度はね、反対の肩に手を挙げていく。どんな感じ？まあ、触れるし、スッと上げられるようになったっていうのは、そこの違いがあるわけですよね。この時に黙ってなきゃダメですよ。で今度はこうやってこう広げていく。痛みはどこにあります？で次三焦経いきましょう。あ、ごめんなさい、はい、で痛みは同じところ出てるんですよね。はい、はい、よしと。半ぐらいにやめないと、あの飯食堂がいっぱいになるでしょ。あと10分あるね、まだ大丈夫だ。よしよし。時々あのご飯食べるの忘れてこうずっとやってるんですよね。ね、先生そろそろ買い物行きたいからやめてもらえませんかとかいう話で、もう忘れもしないリウマチの患者さんでね、言われてちょっとこっち恥ずかしくなったことがありますけどね。あえて上げてみてください。あんま頑張らないでください。ここまでですね。はいはい、反対の手肩にこう、このすんなりすんなりいきます、ね、後ろ後ろ、後ろはこれにぶつかるんですよね。はいはい。あ、いやいやいや、はい。で、こう前にこうやって開いて。こう、この今こう動かしてるので、どれが一番辛い？どの動きが一番辛いです？これですね。これが一番辛い。先が一番辛いですね。ね。いいです。ここで維持するのも辛い。はいはい。で、2つですよね。広げるのが辛いのか、ここでこう持って、こうやっているこれが辛いのか、それとも広げた時に辛いです。これは全然平気です。ああ、そうですか。じゃあこれ広げるっていう動きは、この胸の前側を伸展が辛いわけですから、あの H2 進歩形をちょっと整形しようかやってみましょう。あの全部やってもいいんですよ。全部やってもいいんですけど、どれをやったときどうなったかっていうのだけ確認しておかないとですね。今までこう手術されたこととかあります？ないです。ないですか。なんかムチ打ち症とか交通事故あったことは？もうないです。大丈夫ですか、はい、よいしょ。一回下ろして上に上げていいですか。今度はしっかり下ろして、
でこう外にこう開いてくる。静かにしてなんであーとかうーとか言うのもみんな静かにしててください。あのね、治療する方がね驚いたらダメですからね。うーんみたいな顔して、うん、そうかそうかと。ですね、はいはい入ってみる。ちょっとよかった。はい。